2022年12月18日、佐藤秀一ライブでございます。あとですね、岸田総理のですね、防衛費倍増政策。本当にね、二重三重のね、愚策でね、ありますね。ほんとね。倍増はね、ほんとね、防衛費倍増になったでござると。いう感じですよね。ほんとね。あれ所得倍増って言ってたの言ってましたね、最初ね。で、それがいつの間にか資産所得倍増とかいう話になってね。うん。さらには防衛費倍増とかね。あるいは、医療費負担倍増とかね。あるいは介護保険、負担倍増とかね。うん、にもなりそうですね。で、まあ、税金もね、下手したら倍増になりかねないってね。もう無茶苦茶ですよね。うん。まあね、アメリカから武器を買ってね、防衛費倍増っていうのはね。特にね、愚策です。まあ、需要創出っていうかな、総需要ですよね。創出ですね。まあ、需要って言っても総需要ね、この場合はね、経済に対するね、経済学会。まあ、国内ではないですよね。アメリカから武器買うんだから、国内で需要は増えないですよね。で、増税でね、金がね、日本国内からアメリカに流出するだけ。ね、うん。じゃあ、経済、供給面は見なきゃいけない。で、今はやっぱりね、食料がね、不足してるわけですよ。ね、結局、まあ、食料自給率ですよね。ね、それから、ね、まあ、原発以外でね、エネルギーですよ。やっぱり日本に必要なの。ね、原発はね、安全保障上の最大の弱点ですからね。これ、論外として。うん。エネルギーの安全保障ね。あるいはね、ケア労働ね、介護、保育、ね、こういったところ、ほんと不足してですね。あと、防災ね、工事やろうにもね、建設業ね、やっぱりなかなか、人手不足、まあ、なかなか業者不足、こういう部分、あれ公務員不足、こういうのもありますよね。まあ必要な資源が回らなくなっちゃうんですよね、結局ね。人手っていう意味でもね、供給面で言っても今度ね。うん、それからもう一つね、だからで、総需要の面でもね、総供給の面でもね、経済的に何一ついいことはない。そしてね、生地に武器があるばっかりにね、じゃあ挑発になって日本から先制してしまうリスク、これが一番怖い。ね。相手がね、偽の情報を流して、ね、日本を攻めるかもしれないって言っといてね。で、日本に手を出させておいて、ほーれ、ほら、日本が手を出した。ね、ぽーんでね、じゃあ、フルボッコにされて、危険あります。まあ、日本にはね、これ、真珠湾攻撃っていう前科ありますからね。うん、まあ、日本が先に手を出した場合もね、アメリカも日本の味方はしないで、見捨てるとか、平気でありますよ、アメリカ。同盟国見捨てるって。ね、うん、もう昔からそうですから。ウクライナもね、もしね、ロシアが攻めてくる前にね、ロシアのミサイル基地攻撃してきたりしたら、西側は支援したでしょうか、ね、支援してないですよ。ね、多分ね。逆にね、ウクライナが国際法違反やったってことでね、逆にね、ロシアと一緒にね、フルボックにしたりっていうことも、やりかねんですよね。それはアメリカだって何やるかわかりませんよ。で台湾有事、これも現実的かって言ったらね、非現実的ですよね。まあ、人民解放軍がね、台湾を攻め取る。ね。海を渡って大軍を送るってさ。ね。平原地帯のロシア対ウクライナと比べてもね、攻めるが圧倒的に不利ですよね。うん。それ、ね。それから余震波ね。もし起きたとしてもね。万が一ね。じゃあ、ロシアのウクライナ侵攻は、ね、同じことになる。ロシアもね。だから、ウクライナの内戦にね、参加するという形になっちゃってるわけでね。だからね、中国とね、国境内戦ですね。中国の内戦にね、日本参加したらね、ロシアのね、ウクライナの内戦への参加、これもね、批判できなくなっちゃうわけですよね。うん、それからね、アメリカと中国が衝突すればね、大混乱、そもそも。あ、もう日本ね、外交によってね、回避全部つくしかないんですよね。もう、食料も入ってこなくなったりしたらもうね、倒れちゃいますな、日本ね。うん、まあそもそもね、中国と軍拡競争したってね、もう今の状況で、GDP も圧倒的に多いね。人口も圧倒的に多い相手でね、日本は先に倒れちまうに決まってんだから。で、対朝鮮についてはね、まあ朝鮮はそもそもね、相手をしてるのはアメリカだけですよ。日本の眼中になるね。だから、朝鮮対ね、国連軍のね、朝鮮戦争が正式に終結しないといけないとね。まあ、国連もね、まあ、例えばその方向で動くようにね、日本も動いたらいいと思います。まあ、アメリカ同行もね、なかなか難しいんだと。ね。お攻め突き出してね、国連の方もね、なんとかするとかね、うん、ちょっとずつでも日本努力していきたいと思いますよ。
本当ね、世紀のね、愚策どころかね、これ日本史上に残るようなね、これ岸田さんのね、防衛費倍増という愚策、それもね、被爆地広島からこんなことをね、総理大臣出す結果になってね、極めてね、まあ、広島一個の有権者としてね、全国の皆さんね、ひしきお詫びを申し上げます。まあね、岸田総理のね、お膝元、ね、この、広島から、ね、私、佐藤秀一、まあ、令和新選組さんのね、ご推薦もいただきまして、ね、来年の県議会議員選挙、挑んでまいります。ね、総理の地元でね、ガツンとね、総理に言ってやるような議員をね、一人も多く増やすこと。これによってね、総理でね、少しでも暴走をね、止めていくとね、やっぱり、ね、地元の選挙区のね、政治状況が変わればやっぱりね、総理もちょっとはね、やべえなって思って、変わってくると思いますんで、ぜひね、特に遠方の皆様、岸田総理をね、止めたいという皆様方、ぜひ私、佐藤秀一ね、カンパの方ね、ほんとね、しつこいと思われるかもしれませんがね、伏してよろしく、お願い申し上げます。ね、総理の暴走をね、止めたいと、ね、皆様、ね、広島で、総理に対してガツンと物申す、佐藤秀一、ぜひ、大きくね、伏してお願いを申し上げまして、本日をね、放送終わらせていただきます。本当に、まだまだね、最低限にね、かかるお金は正直心もたいの状況ですんでね、ぜひと、繰り返しお願い申し上げまして、本日をね、放送終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。